今日は認知されたいって思ってる人に絶対にやってはいけない3つのこと、私がお教えしましょう。ラベです。ラベさんちへようこそーな感じなんですけども、本日もやっていきましょう。さて皆様はですね、認知っていう単語はご存知でしょうか。認知されたいって思って、今この動画を見てる方も結構いらっしゃるかもしれないです。まあどうなんだろうな、俺の勝手な予想だと、まあ認知されたいって思ってる人ってまあ2割とか3割ぐらいかなーって思ったりはするんですけど、でそもそも皆さん認知っていう単語はわかりますか。まあなんとなくわかりますよね、その単語っていうか、まあ漢字を見ればなんとなくわかるんですけど、あんまり YouTube 以外では聞いたことはないかなーって勝手には思っとったよ俺は。で俺もよく言われるったい。ただね、ちょっとみんなにこれはね伝えておいた方がいいのかなって思って、まあ認知してもらいたいなって思ってる人が今この動画を見てたらね、まあこれは俺だけじゃなくてもう全般ね、もう俺だったらこういう人は認知しやすいですとか認知しにくいですっていう、まあ俺なりの見解になってくると思うけど、今日は認知されたいって思ってる人に絶対にやってはいけない3つのこと、私がお教えしましょう。認知されたいと思ってる人が絶対にやってはいけないこと、その1、アイコンがアニメもしくは推しのキャラクター、やめよそれは。もう今すぐやめてください、それは。認知してくださいっつって写真見るやんか。え、誰誰ってなるやん。認知してくださいって言ってる割には、その、俺以外の YouTuber のアイコンとかあんのよ。いや、覚えるかってなるよね、そんな。ちょっとさ。覚えにくいわって、そんな。だってよ、それはね、付き合ってる彼氏がいるんだけど、なんとなく、あの人からも好かれたいから、あなたのこと、私、2番目とか3番目とか、なんなら5番目ぐらいで思ってますけど、私のこと好きでいてねって言ってるのと一緒だから。いや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 、そんな、そんな労力俺かけないかんのってなってしまうやん。もしそう、もしアイコンをその人にしときたいならね、いやそれは自由よ、あなたの自由です。アイコンはアニメキャラにしときたい、推しのキャラクターにしていきたい、推しの YouTuber にしてたい、もう好きな芸能人のアイコンにしときたい、だったら言わんどこ。アイコンは変えましょう。できればあなたの写真にしよう。でもね、でもね、もう一つ言っとくよ。アイコンを変えますと、でアイコンが例えばね、推しの YouTuber とかとね、ツーショットになってますと、推しの YouTuber がいます、そしてあなたがいます、ツーショットですね。でもあなたの顔にスタンプ、待て、それは待て、それは結局一緒や、それは一緒になりますからね。でもネットにね、アイコンを自分の顔っていうのをさらけ出すっていうのは難しかったとしてね、もし本当に認知してもらいたいって思うんだったら、まあアイコン、まあちょっともう口隠すとかでもいいですしね、え、なんかぐらいの方がいいんじゃないですか、の方が覚えやすい。あんまり加工してない方が覚えやすいですね。なんならスノーとかの写真とかになってくると、もう全部一緒っすから、みんなクマ、もうスノーの顔になってしまうと、もうみんな顔一緒、みんな顔ギュン、もうギュン、もうわからん、もうみんな一緒ね。カバンの底にあったパンみたいな感じ、ギュン、潰されましたよ、それを提示されて、これなんだ、何パンだって、わからん、そのパンはわからん、アンパンかクリームパンか、ちょっと出とるか、出とるんか、その中のやつ出とる、出とったらわかるかもしれんけど、そのギュンってなったやつを今更もう原型をとどめてないパンを見せられたから、これは何パンですかって言われてもわからんけ。まあ難しいな、そう考えてくると結構難しくなってくるね。どうやったら覚えてもらえるとかなね、特徴的なアイコンとかね、すげえカラフルとかね。でもいいのかなって思ったりするけどな。それでは、二つ目行きましょう。認知してくださいって思ってる人が絶対やってはいけないこと、その二。認知してくださいっていう単語はもう使わないようにしましょう。これ難しいでしょ？だって認知してほしいけんね。認知してくださいって言うしかないじゃない？けど、認知してくださいって言うと、俺の場合よ。これは完璧に俺の場合なんけど、こんにちは、ラベさん、認知してください。で、いいね。あ、いいね、ありがとうございます。ラベさん、認知してくれましたか？ごめん、してない、それは。してない。全然してない。いいねは押したけど、認知はしてないよ。なんで？なんで認知してくれんと？いや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 、情報が薄い。
情報がない、認知してくださいって誰かが言ったしか情報がない。いやもちろん皆さん見てくれてて、こうやって俺のね、なんか認知してほしいって思ってくれてることは嬉しいですよ。まあ、あなたは僕のこと分かってるかもしれないですね。YouTube で動画投稿してる人なのかなっていうのは分かるかもしれないけど、俺はあなたの情報が何もない。これね、結構珍しい方やと思うけど、でもラバー、もう本当にラバー、ラバーいます？ラバー、俺のことを知ってくれてるラバーいらっしゃいますよね。今ね、見てくれてるラバーはね、絶対ね、うなずいてくれとうと思うじゃん、俺は。なんかね、本当にその人の出身地とか、その人の職場とか、職場っていうか仕事とか、あとはその人の年齢も知ってたり、専門学校とか大学生なのかとか、まあ仕事やってんのかとか、うん、どんなことが好きなのか、もうすっごいコアの人やったら、この人はここの歌詞が好きっていうのも俺知ってんの。え、ちょっと弾いてる？もしかして。今弾かないでね。でも、それって、そのくらい情報をくれるのよ、みんなが。ライブとかで会ったら、もうその話をしたりとか、あ、今そうなんや、頑張ってね、とか、あ、こうやって手紙とかもらって、あ、そうなんや、頑張ってね、とかね。それでやっと、まあ、その、一発目から覚えることはやっぱり無理やから。その何回か積み重ねることによって覚えていくものやんか。やけん、それでいろんな情報をその時その時にもらってって、あ、そうなんや、とかなってね。まあ、認知してくださいっていう単語を使わないと認知してもらわないんじゃないかっていう心配から思っていらっしゃるかもしれないんですけども、その言葉必要ございません。本当に認知されたいんだったらあんま言わない方がいいかな。それを言うぐらいだったら他の自分のことだったりとか、この動画がすごく楽しかったですとか、この動画のここが好きでしたとか、ね、だからそういうことを言っていくことによって、多分認知してもらえるんじゃないかなって俺は勝手に思ってます。認知されたいなと思ってる人が絶対にやってはいけないこと、その3、もうこれもう一番基礎かもしんないですけど、動画は見よう。あなたも俺のこと知らないじゃないですかってなってしまうんですよ。俺のことを知ってくれる何かしらの努力をしてくださって、応援をしてくださってたら、それは俺も、あ、なんかこの人のことなんかね、認知っていうか、まあ、知ってあげたいっていうか、なんか今度ね、ライブとか、どこかで会った時に、あ、君があの子ねって言いたいのよ。俺基本的に言いたいの。なんかライブとかで会って、あ、なんかいつも応援してくれてる人いるなぁと、こうやってアイコンとか見て、やっぱり気になるわけですよ。こんなに応援してくれてる人がいる。あ、こいつ男なのに俺のことすげえ応援してくれてるわ。かっこいいって言ってくれるわ。うわ、こいつどんなやつなんやろって。俺はやっぱり人間やから。っていうか、俺っていうかもう YouTuber 全員ね、やっぱり人間なんですよ。だから、こうやって好意を持ってくれてる人っていうのはどんな人なのかなって気になったりするって。それでライブとかで会ったりとか、なんかどこかのイベントで会ったら、あ、君があの子ね、いやもう本当にありがとうって、そこで話のね、花も咲くわけですよ。ただもう中にはですね、認知してくださいって言ってきて、で俺もなんか、あ、この人なんか俺のこと応援してくれてんのかなと思って、ツイッターとかこう覗きに行くわけやん。そしたらもうめちゃくちゃみんなに送っとうと、もうみんなに同じ単語、お、コピペやないかいと思ってね。コピペは覚え。そうなってくるとさ、もう道具にされとうって思ってしまうった。ただの遊びに付き合わされてる感じになってしまうじゃないかいなって思ったりすると、ちょっと認知してる場合じゃねえなっていうか、正直そこに時間割けないなって思ったりする。俺のことすげえ応援してくれたりとか、なんかこうやって知ってくれとう人とかやったら、こっちも知ってそこに時間割くことに関しては何にも思わん。ありがとうって思うし、だったら俺もその人のこと知りたいし、その人のことを知ることによって、あ、俺って今こういう感じで見えとんのやとか思ったりするけんね。やけんそれはいいじゃんけど、何も知らんだ中で言われるとちょっとっていう感じかな。以上でございました。まあ結構基本的なことだったりするのかなと思ったりはするっちゃけど、でこれを実践すればね、ある程度こうなんか認知されたいされたいされたいわーって言わんでもされるけん大丈夫やけん。あとね、嘘はやめよう。ツイッターとかで、宝部さんもう大好きですと、宝部さんの動画しかもう見てませんって言っといて、うわ、そんなに言ってくれてありがとうって思って、アットマークの後ろ見たら、マホトンラブ、嘘つけってなるやん。嘘つけ、めちゃくちゃ嘘やん。アイコン見たらマホちゃんやし、いや、嘘やんって。いや、嘘はやめよう。それはもう、申し訳なくなってくるから、それやったらもうマホちゃんの方、もう好きで言ってもらって、その二の次でもいいから応援してますぐらいの方の方が、俺は覚えやすいかな。以上、宝部亮次でございました。もしいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。そして皆様のコメントもお待ちしております。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。また皆様のお帰りをお待ちしております。グッバイ、さよなら、再見、アディオス、バイバーイ。